あー皆さんこんばんこばはえー、それです今日は、えー「ドラゴンクエスト大の大冒険」の39話を振り返ろうと思います。ま,あ、まだ見てない人はねネタバレ結構なるんでまあ、それが嫌な方はブラウザーバックしてください。では行きます。 大、えー、のために、えー、地上最強の剣を作ることを約束した魔界最高の名工ロンベルク、えー、長い時間をかけてじっくりと大の手,に手を観察した後彼はようやく剣を打ち始める、えー、一方パプニカでは世界各国の王によるサミットが開,開幕していたしかし秘密リー の活動にあ会議にもかかわらずベンガーナオが自らの軍事力を誇示するかのように軍艦や戦車を引き連れてやってくるなど皆の足並みは揃っていない話し合いもなかなか進展を見せずレオナは頭を抱えてしまうそんな時パプニカ近海に立ち込める不穏な霧の中から巨大な敵が出現する。 まあ気願状いね、まさかはねほんとあんなんが動いたらひととめもないよねほんとその正体は魔王軍の移動要塞祈願城だった、えー、ハドラーかサミットの情報を聞いたミストバーンが 会議を潰すたためにやってきたのだ突如として現れた巨大魔女を迎え撃つべくベンガーナ王国の戦車部隊が出撃用心棒として控えていたクロコダインもバダックが修理した真空の斧を手に立ち上がる、えー、メルの能力で レオナたちの身に危機が迫っていることを知ったポップたち剣の完成に立ち会わねばならない代を置いてパプニカへと急行する。 え到着した彼らが目にしたのは堅牢な内部構造をあらわにした祈願状の真の姿だった。まあ爆破戦車部隊の攻撃受けてね、まあ、内部がだいぶ見えてしまったってわけだけどまあねまあなんて言うとね魔王軍の。 元司令部があったところやからね今,今多分ね、えー、大孟婦は違うところに司令部を張っとると思うんやけどうんまあ果たしてどうなることやらっていうねうんまあ来週はなんかねひょっとしたらヒュンケルが出てくるんじゃない久々に出てくるんじゃないかなってまあいろいろね楽しみですけどね本当うん。 まあベンガーナ王国はねでも、うん、軍事力はすごいんやけどそれでも全然歯が立たないっていうね、うん、いや魔王軍恐るべしやな本当うんまあなかなかねベンガーナ王国の国王はねなんか好戦的な人物っぽいけどねうん。 ま、来週はなんかねドームだからそのミストバーンとヒュンケルの対決が見れそうかなっていうこれ多分来次のその次の回でようやく大が新馬合流権に対抗できる権を手に入れ,入れることができるかなって感じでまあ楽しみですねなんかなんか。うん 来週、まあ、も楽しみにさせていただきますかね。